はい、これは松田のデミ。1990年代の日本を代表する FW コンパクトカーの時代で、個性はないが万人に受け入れられるシンボルの際のハイベルはハッチバックトリ、全長が4メートル以下の車としては十分に白いトリ、必要にして十分な動力性能と安定した操作性が特徴。1996年8月デビューのマスデミアは、初代 FW ファミリアに再来を回するほど出途長身となり、マスダで再生を大いに後押。オールトムデビューのフォローパーを使って開発されたこの車は、機能的にはオートロックでも100点以上5連続マクサーションストラットコイル、ギアがトーションビームコイルで真空の構造ながら、操作性と乗り越えする領域を見ました。直立4気筒、出動式エンジン、1.3 リッターと 1.5 リッター、プラス電池は5段マニュアルと、トルコイン式オートマチック1300から当初は3段、結び電池制御4段、1500から電池制御4段の2種類が、優れたスピーシビリティも含み入れ込み一つで、リアシーター前後スライド機能。バックレストは5対5で分離可能というリクライン、さらにダブルフォールディングまで小さいボディながら多数の収容能力を持つ車だったということで、結構これ荷物とかもね、たくさん詰めた、車ではありましたね。だからこう、小さく見えて大きく詰めるというね、当時こうバスケット選手の有名な方がいて、そのお兄ちゃんがね、まあ、洗礼してた、車ではありましたけども、なかなかのこう、本当に見た目はちっちゃかんだけど、中がこんなに詰めるのかというのはびっくりぐらい大きくなっているということで、これでだいたい5人ぐらいで乗ったことありましたけど、全然狭いって感じはしなかったですね。むしろ5人乗っても確かに広いなという感じの車でした。なのでなかなかのね、いい車だったなと思います。このデミオも初代に当たるんですが、まあ、ドライブタウンとしてもあんまりもう見かけなくなりましたね。もう一つね、なんていうんですか、マツダの、公認のチェーニングメーカーが出しているデミオもあって、それは通常のデミオにさらに軽量化されたデミオなんですが、まあ、それも出てましたね。当時だからあれですよね、グランツーリスモの多分延長だと思うんですが、まあ、それで出されてたんですが、そのデミオもほとんど見なくなっているので、まあ、それも前回出したことあるんですが、まあ、それも売れちゃいましたから、もうこれのみというふうになるかなという感じになりますけども、なかなか、まあ、珍しいなという感じのね、車になります。どうもありがとうございました。